んにちは、鈴木まりやです。今日はこれからミュージカル白雪姫の公演で徳島県に行ってきます。去年岡山県もいろいろ挙げたんですけど、今年は徳島県の食べ物とか見るの難しいかもしれない、ちょっとわかんないんですけど、旅の Vlog ということで記録に残して皆さんにお届けしたいと思います。では行ってきます。徳島県って何があるんだろう。あ、そうなんだ。なんか旅行気分で楽しみ。これに乗ればみんなとはぐれることはない。それまでは自由に。すみません、このエクセラってもうないですか？まだできますね。大丈夫です。じゃあエクセラお願いします。ありがとうございます。ありがとうござい日曜休みなんか、とりあえずスーパーでお土産買おうかな。スーパーで海苔とかすだちとかのお土産買おうかなっていう感じです。お腹空いてないけど焼肉食べたいけど、ちょっと行ってみようと思います。チャレギサラダ、あとトマトスライス、てっちゃんとてっちゃんの味付け塩キャベツピリ辛で、ボリュームハラミ、花咲ハラミ、あとつぼ漬けカルビ。すみません、注文追加してもいいですか？はい、お腹空いてないけど焼肉食べたいけど、お腹空いてないけどスミレハラミ大好評、花咲カルビ。これYouTuberっていうわけじゃないですけど、乗せても大丈夫ですか？大丈夫そうですか？ありがとうございます。マンマンミールカンパニーって徳島の会社かな。香川県、香川の近くだもんね。四国は四国。何を探すの？冷凍食品が。何これ？これは？これは？これは買いたい。ガスコンロ、IH 調理器。ないな。ないですね。あった。これ本当に美味しいですよ。そんなにか。本当に美味しいの。まず自分家に2つ、実家に1つ、1個100枚入ってるのかな。48枚だ。本当に。70円くらい安い。大体500円ぐらいなんですよ。こっちにもなんかあった？ご当地好きなのハンドメン箱で売ってる、すごいいっぱいありますね。カップラーメンみたいな。これだ。これ。本当だ。ね、これもなんか初めて見たけど。徳島県のうまいものって書いてある。徳島ラーメン。ちゃん本店。この海苔、お土産になります。いただきます。今日は16時に終わるからすごい時間ありますよね。あ、結構8時ぐらいに着くの。そうなんですね。北海道の事務所からお花が届いてるそうなので、お花探しに来ました。こちらが会場のアイルラホールになります。じゃあおはようございます。よろしくお願いします。お願いします。瀬戸内美也さんからすだちをいただきました。徳島県産のすだち、これで私はすだちそばを作りたいと思います。徳島県アイルワホールさん、ありがとうございました。富士セットも撤去が終わりまして、こんな感じです。またよろしくお願いします。まんまる綺麗。オリンピックでソフトボールがやってるので気になるけど温泉があるので温泉に入ってきます。お風呂から帰ってきて、今から YouTube の練習をします。明日はなんとここのホテル、朝食の納豆が6種類もあってとっても魅力的だったので、しかも私の大好きなしそ納豆もあったので、たくさんの種類の納豆が食べたいなと思ったので、今日は夜ご飯は食べずにお風呂にすぐ入って動画の編集をして12時までには寝れるようにしたいと思います。では明日も応援頑張ります。おやすみなさい。おはようございます。これから朝食を食べに行きます。お腹空いています。おはようございます。じゃーん、サラダ、たくあん、魚、梅干しとしば漬けと焼肉のタレの納豆としそ納豆、いちごヨーグルトとアイスコーヒー、ウーロン茶、お味噌汁とご飯を取りました。ごめんなさい。ごちそうさまでした。会場に行きたいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。失礼します。ワンツースリー。ワンツースリー。ワンツースリー。照明が浮いてるので。ワンツースリー。ポスター貼ってくださってます。ここもここもここも。じゃあ後でステージから撮ります。おお。弁当を食べます。あ、いいよいいよ。今日もすごい美味しそう。ね、パンさんに言ったんです。本当ですか？こちらはラスクパリジャン、福島県のラスク。瀬戸内さんからいただきました。いただきます。おーい。福岡空港で待ってくださってたファンの方からたくさんお土産いただきました。結構来てくれてる方がいて嬉しかったです。肉水にしました。肉水うどん入ってませんけど大丈夫です。これにうどん入れたらもうお肉うどん。そうだよね。すごい美味しそうです。はい、置いときます。ありがとう。ちょっと揚げる代わりにラーメンをもらう約束しましたね。いいですか、映って。ではいただきます。美味しい。妹は金メダルだって。お兄やんは。お兄やんまだ試合中ですか。妹ちゃん金すごいな。すごい。宣言通りぐらいな感じですね。締めにしみる。完食しました。新名物肉水とっても美味しかったです。甘かった。ごちそうさまでした。日高さんからおすそ分けいただきました。徳島ラーメン。プチラーメンすごい上手に持ってくださって。ではいただきます。豚骨みたい。豚骨醤油。長浜って何ですか。美味しい。ニンニク入れても合いそうですね。なんかそこにあるよ。ニンニクチップ。私はこれを買いました。お土産屋さんで。ミックス。さよなら、徳島県。また来るよ。徳島県ありがとう。